震災橋格座は大阪府大阪市中央区東震災橋にある小築芸能運営による劇場である。小築芸能所属芸人の演芸のほか演劇、イベント会場として利用されている。命名券販売により第8震災橋格座とも表記する。格座の起源は大阪、道頓堀に江戸時代からあった演芸場、道頓堀格座。 2008年に道館が閉館して一時格座の野号は途絶えたが2011年に東京で新宿格座として復活し2013年7月28日には大発ムーブ道頓堀格座の名で道頓堀での再開業を果たしたしかし道頓堀格座は2018年7月22日をもって閉館していた2018年11月19日 小竹芸能より新たなライブスペースのオープンが発表され、2019年1月1日に第8神斎橋角座オープン記念新春、戦闘角座落語尽くしの会を落とし公演として開業した。お笑いのほか大阪日本歌劇団の公演、ユーム所属、YouTuber によるライブイベント、アイドルイベント等、多様なジャンルの公演を行い、 インターネットを通じた配信設備も備える。AB、小畜芸能大発震災橋格座。w w w s h i i o i k u g i n o c o j p 小畜芸能株式会社。2019年1月4日閲覧。AB 外部リンクにある劇場サイトの格座とは、を参照。大発ムーブ、道頓森格座閉館の お知らせ及び閉館後の講演情報について、小畜芸能株式会社、2019年1月4日閲覧、新ライブスペース、第8新斎橋角座オープンのお知らせ、w w w s o h o h i k e i n o c o j p 小畜芸能株式会社、2019年1月4日閲覧、第8新斎橋角座オープン記念、 新春、戦闘角座落語尽くしの会。www.shikugeino.co.jp o c h。小竹芸能株式会社。2019年1月4日閲覧。小竹芸能が新劇場。震災橋角座。来年1月1日開業 YouTuber のイベントも。南波経済新聞。 https://namba.keizai.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ4031スラッシュ2019年1月11日閲覧。ありがとうございます。